皆さんこんにちは。物質理工学院応用科学系の中村隆平です。私たちの研究室では、通常の生活では皆さんが決して目にすることのない光の届かない世界、深海熱水噴出孔の研究を進めています。この深海熱水噴出孔の研究は、異星科学の根源的な謎、ビッグクエスチョンの一つである生命の起源に迫るものです。そしてそれは同時に未来の革新的なテクノロジーの開拓にもつながるものです。1979年、今からおよそ40年前に、地球史において非常に大きな発見がなされました。それは、地球の内部のマントルに蓄えられた膨大なエネルギーが、こちらに示すような黒煙という形で地球の割れ目から染み出している環境、すなわち熱水噴出孔チムニーの発見になります。この黒煙は環境によっては300度以上にも達し、まさに地獄のような環境です。そして地球誕生初期から現在まで脈々と続いている地球の活動になります。そして驚くことに、このような光の届かない環境には、たくさんの生命が独特の生態系を作り上げています。こちらの動画にある小さな生き物は電気を作る微生物で、酸化鉄などの鉱物を使って呼吸をしています。そして我々の研究室では、深海底の研究において独自の仮説を提唱しています。それは、このチムニー自身が地球をエネルギー源とした電池であるというモデルになります。皆さんも高校の科学で電池の概念を学んだと思います。亜鉛を負極とし、銅を正極として導線をつなぐと発電しますよね。それと非常に似た現象になります。ですが、正確には我々人類が発明した電池よりも圧倒的に先端的なメカニズムで、深海底では発電が起こっております。このような仮説を踏まえ、私たちの研究室では実験室で行う精密な実験とともに、フィールド実験を進めています。例えば、深海底よりチムニーを採取し、最先端の分析技術を用いて地球が作り出した発電システムの理解、そして人工デバイスを用いた発電現象の再現に取り組んでいます。このような熱水噴出孔は太古の昔から存在し、生命の誕生を促した環境として考えられています。そのため、私たちの研究は、科学の根源を成す問いである生命誕生の仕組みに迫るものです。同時に、熱水噴出孔で進行している発電現象は、現代のテクノロジーよりも圧倒的な効率で進んでいることを考えると、その仕組みの理解は未来の科学技術の開発にもつながります。私たちの研究室がある地球生命研究所は、メンバーの半数が外国人であり、日本にいながら国際的な環境で研究をすることができます。このような高い国際性と学際性に富む環境に興味のある方は、ぜひ中村研究室にお越しください。